見せてるつもりないのってねえねえ、普段の動きしただけだよ、お風呂で。一人でもあれだよ。ねえねえ、タオルしないから、お風呂入るまでに。しないよ、言ってたもん、でも。アピールしてたって言ってたもん。まあ、どうせなら、あのね、ほら、脱毛してるから、整えた部分を見てもらおうかなと思って。バカじゃないの？あんまり見せる機会ないじゃんか。なんか一人でさ、いつも整ったなって思ってるの寂しくて。整ったなって思ってもらえないかなって。やめなーちょっとやめなーやめなーバカだよお前は。え、全身だからどことは言ってないもんね。どことは言ってないもん。やめなーもんなによよく考えて発言しな。なんで？そんな珍しいことじゃないでしょ、最近割と主流でしょうが。それはそうなんだけど、隠さないといけないことなのかってよく考えてみて、意外とそうでもない。普通のこと。やめな。あんた今どんだけの人が聞いてると思ってんの、あんたの脱毛事情。今時の女の子みんな知ってるよ。え、ねねなんて中学生の時から考えてることバカだねー。バカねー。え、そうなの？なんか車の免許取りに行くみたいな感じでみんな行かない？車の免許取りに行く感じで脱毛せんやろ、そんなとこ。何ほんと。え、高校の時みんなで見せ合いっことかしてない？しないの？え、しないの？ねえ、友達星型の子いたよ。すげえってやめなさい。やめなさい、もうほんとに。あれ、やめときなさいな。やめな、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 もうほんと。何の話したね。え、後頭部の話？そうかもね。なんだよ。何なんだよ。最低だよ、本当に。最低なの？隠さなきゃいけないことだったのかな。狭いよな。普通だよ。でも、ほんと、ほんと、まぁ。おいしらんないよ。あーた、ほんとあとね、マネちゃんに怒られてもしないかんね。え、普通の子、怒られるようなこと何も言ってないよね。ねバカチャリがーなんで、なんでだ。よく、よく考えてみーな。あんたが今自分で何の話してんのか。え、ダメなの？うちでダメな理由がわかんない。分かって、何が何か、患者がしてるんだったらわからんから。あ、そうだよ。お前は一体何のことを話しとんねん。言ってみ。言うの？ラミとちなみに何のことなの？頭の後頭部かな。後頭部で星型にさ、怒るの？じゃ、ねえねえは何の話しとんねん。え、そりゃもう、あれよ。パンツの話してるからわかるだろうが。人のアシストは無駄にしちゃってバカタレがえ、ダメなの？え、全然ダメな理由がわからない。まったく、もう本当に死んじゃいよお前は。ダメだわ。じゃあ逆にもうはみ出るほどボーボーがええんか。言ってんの本当に。もうやめな、もう配信終わりだよ。何言ってんだよもう。お前アイドルやろか。え、なんでアイドルは語っちゃいけないっていうルールでもあるんですか。バカタレが。何よ、なんでじゃあ。綺麗な話して終わるから。ど、例えば。もうなんか今の話じゃない話。でもそっから離れて、下半身から離れて。本当に下半身って言ったのよ、ラミだからね。まあ、なんだよ、人のせいにすな。ねえねえ、言ってないもん。
本当は。いや待って、これに対して変な感情を抱いてる人の方が変だと思う。うるさいわうるさいわ。いやいやいや、これをやばいと思ってる人の方がやばいよ。普通のことだから。ハラミがおかしいか。そうだよ。あれあれ、いや、だったらその脱毛してくれるお姉さんたちは恥ずかしいお仕事になっちゃうよ。そういうことじゃない、そういう話をしてるんじゃない。そうでしょ。いや、違う、論点がずれとる。論点がずれとるやろ。違うやろ。な、そもそも何の話やった。年齢が見せつけてくるって話やろな。そうだね。